お疲れ。うまくいったみたいだね。うん、それにすっごく刺激的だった。ニーローさんも今度やってみなよ。え、私はいいかな。止まれ。何をするつもりだ。邪魔すんな。何があったの？陛下、この者たちが。そこを通せ。下がれ。大丈夫だから通してあげて。国王、陛下、星空のギアを回すのはやめてもらえないか。それはどうして？ご存知の通り、予言の女神の贈り物は俺たちにとってすごく大事なものだ。俺たちの命を守り、傷つかないようにしてくれるんだからな。仲間の中にはそれを失う覚悟ができていない者もいるのです。そっか、わかった。え、それはつまり、あんたたちの覚悟が決まるまでギアは回さない。え、前にも言ったけど、オルビットの未来は国民が決めるべきだから。はあ。でも教えて、この状況をどうやって打破するつもり？身動きが取れなくなってしまった人たちを救って、その背後にある原因を探るつもりだ。現時点で手がかりは？残念ながら、まだありません。おい、お前！事実を述べたまでのこと。あんたたちの周りにも、身動きの取れない人がいるんだね。心配なのはよくわかる。でも、これ以上ぐずぐずしてたら、状況は悪化して、拘束魔法にかかる人が増えるかもしれないよ。でもギアを動かしたら、軌道が全部消えちまう！その一歩を踏み出すのがすごく難しいのはわかる。でも、予言の女神がなんでそんな決断を下したのか、考えたことある？え？贈り物を回収しようとしたり、未来に関する予言をしなくなったり、一体どうしてなのかしら。女神が俺たちを見捨てたと言いたいのか？ううん、その逆だと思うよ。どういう意味だ？女神様は、この世界やシムランカの民を愛してる。だから、あんたたちには、自分で自分の道を選んで欲しかったのよ。ああ。親ならみんな、子供に楽しく平穏な一生を送ってほしいと願ってるはず。でも、過保護になりすぎると逆効果よ。親鳥が小鳥をずっと背負ってたら、小鳥はいつまで経っても飛べないでしょ？きっと、予言の女神もいつか手放さなきゃならない日が来ると知ってたのよ。子供に、自分で判断や選択をさせて、その結果に責任を持たせる。それでこそ、子供は独立できる。両親がそばにいなくても、人生を自分で歩いていける。しかし長年、予言の女神のお力を借りて暮らしてきたものですから、今さら自分の力で歩けるかどうか。何言ってるの。もう十分よくやってるじゃない。え？危機に立ち向かおうと自分で判断して、衛兵の制止も振り切ってここまで来た。それって、すごく勇気がいることでしょ？でも、それは恐怖心からであって。出発点が何であれ、自分の道を選ぶ力があるってことは証明できたってことよ。それで十分じゃない。はあ。友よ、陛下のおっしゃる通りです。そろそろ我々は恐怖心に向き合うべきなのかもしれない。何？でも！もう尻込みしていてはなりません。あなたも自分が恐怖心から何をしでかしたか分かっているのでしょう。予言の女神様が創造された星をここから投げ捨てたのですよ。あなただって以前は女神様の熱烈な信奉者だったではありませんか。国王陛下のおっしゃる通りです。予言の女神は私たちを見捨ててなどおられない。もう一度女神様を信じてみましょう。
もういい。お前らの好きにしろ。ああ、言っちゃった。申し訳ありません。ああいうやつなのです。無礼をどうか許してやってください。でも、女神の予言を受け入れてくれたみたいだったよね。そう思います。口には出しませんが。国王陛下、星空のギアを回してください。贈り物を失う決心はついたの？はい。しかし、贈り物を失う代わりに、あなた様から勇気をいただきましたから。了解。あんたたち、いい決断をしたね。じゃあみんな、あたしと一緒に、街の星空を回そう。あ、はっちゃく、うま、はい。軌道上の星はポンプだったんだね。オルビットの街全体が大きなオルゴールだったのか。はあ、気分はどう？困惑と恐れは少しありますが、足元はなぜか軽くなった気がします。いえ、心が軽くなったのでしょう。これからどうするか決めた？実はまだ。とりあえず頑固者の友達を説得しに行くとしましょうかね。一つ提案。どうしていいかわかんないときは、身近な人をサポートするとこから始めてみたら？つまり魔法に拘束されている人のことでしょうか？そうじゃなくて、助けが必要な全員。道を探してる人を手助けするうちに、少しずつ自分の道も見えてくる。私の経験則よ。国王陛下のご経験ですか？うん、そうだ。人助けするにはそれをまとめる組織がなくちゃ。かっこいい組織名ならスピナディロースラはどう？え？スピナディロースラですか？正確にはスピナディロースラシムランカ支部。いい名前でしょ？他の世界にまで業務を展開する機会を。スピナディロースラ。いい名前ですね。国王陛下のおっしゃる通りにいたしましょう。じゃあシムランカ支部の支部長になってよ。私と勇者が悪竜討伐に行ってる間、衛兵隊と一緒に住民を支えてあげて。え、悪竜討伐ですか？それは絶対になりません、陛下。隊長の言う通りです。絶対におやめください、陛下。急に一致団結したな。陛下はご存じないかもしれませんが、あの巨竜はある日突然積み木鉱山からぬっと現れて、世界の果てをバラバラにしたんです。その後奴は口から謎の霧を吐いて島を包み込みました。あの霧がどういうものなのか誰も知りません。島がどんな風に変わってしまっているのかも。国王陛下がお越しになる前、我々は悪竜討伐のために多数の兵を派遣しました。ですが、生きて帰還した者は一人もおりません。そんなに怖いやつなのか。それならますます行かないと。閉じ込められた兵士が助けを待ってるかもでしょ。陛下の言う通りだよ。この世界の災難を黙って見過ごすわけにはいかない。わかりました。陛下とご一緒した時間はわずか2日ですが、言い出したら聞かないお方だというのは承知しております。なかなか人を見る目があるじゃない。褒めてないけどな。そういうことであればもうお邪魔はいたしません。世界の果てに通じる道はたった一つ。
海上列車にお乗りください。ここに来た時と同じようにレールが敷いてあるの？はい、もともとは積木鉱山の鉱員の送迎用に作ったものでしたが、巨流が出現した後は廃線になっていました。明朝、町の裏門にあるホームで乗務員がお待ちしています。今度の冒険はとてつもなく危険です。国王陛下、そしてご友人の皆様、くれぐれもお気をつけて。ありがとう。留守中、オルビットの町をよろしくね。はい、陛下。次会うときはボスって呼んでちょうだい。それがスピナディロースらのルールだし、そう呼ばれる方が私もしっくりくるから。じゃあ、あとは明日を待つのみだな。海を越えて世界の果てで悪竜討伐だろ。ふぅ、今度の冒険はめちゃくちゃ大変だな。伝説の勇者ってこんなに疲れるもんなのか。でも綺麗な景色がいっぱい見れるし、友達と面白い経験ができるよ。これが勇者と悪竜の物語だったとしたら、ニーローさんは魔法使いの精霊ってとこかしら。私はまさか前線に突撃する戦士？確かにイメージにぴったりだな。とにかく今日は思い切り食べるぜ。世界の果ては腹いっぱいになる場所じゃなさそうだしな。竜に食われるにしてもひもじいまま飲み込まれるなんて嫌だぞ。あれ？でも祝福の森の折り紙の動物が飲むのは麻酔だったよね。じゃあオルビット城の積み木の小人が食べるのは植物油に木くずを合わせたものみたいよ。